東西南北僕北っしゃん。はい、ということで今日はですね、こちらまたルイフかよってね、まあ思うかもしれない。昨日はねメガドルイフだったんですけど、こっちはね、はい、2.6 ルイフですからね、クエイク、クエイクホグじゃなくてクエイクルイフですからね。はい、こちらね、あの今ルイフがね本当にね、もうぶっ壊れですね。多分一番強いんじゃないかな、マジで。ルイフが強くて、そう、ルイフが強いのがもう高回転で回ってくるっていうのが、まあやばいね。結局やっぱ強いやつが高回転で回ってくるってやっぱぶっ壊れなんですよ。いや、言ったらね、やっぱこの前紹介したロイジャーとかも 2.9 ロイジャーとかもおかしいんですよ、普通に。もう強いやつが高回転で、まあそれは強いよな、みたいな感じで。これもね、やばいです。2.6 めっちゃ入ってます。はい。めちゃくちゃ強い。もうね、なんやろな。これ簡単に、まあなんか使い方を言うと、もうとりあえずロイフォーク出しまくる。マジで、相手のユニットの逆線にロイフォークを出しまくって、で、ユニットの相手の形を作らせないみたいな。で、あとはハンターデリマルタとかここら辺で守るみたいな。もうこのね、組み合わせが本当に強い。ハンターデリマルタスケエレスピーがめっちゃ強い、マジで。防衛に最強やからな、この5枚はね。はい、ということでね、まあ今日はね、はい、グラッチャレ、12勝していきたいと思います。まあ8勝0敗。まあこれ完璧ですね。もうめっちゃ強い。この敵マジ強い。あのなんかね、なんだろう、本当にね、逆サイ出して、で、ボンバーとか、まあ、ハンター、もしくはハンターみたいな。で、切って、で、また2周目刺すみたいな。じゃあ、相手ね、やっぱ、あんまりロゲホグの受け持ってないことが多いんですよ。まあ、基本的に1個は持ってるんですけど、2個目がなくて、で、そこに、2個目になんかないから、ユニットがないから、5を切ってきたりとか。そしたら、まあ、防衛のハンターが生きるよ、みたいな感じですね。めちゃくちゃ強い。さあ、来ました。フリースタイラー。なるほど。いいっすね。まあフリースタイルでね、やっぱ働くんがいいっすからね。なんか知らないっすけど適当に言ってますけどはい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 、ウォールベイカーね。これウォールベイカー多分ボンバー完封できなくなったんじゃないかな、知らんけど。うわ、やばいやばい、それはやばい。ちょっと構えてなかった。これはあ、ハンティングゴースト、ハンティングビーストみたいに言うなってエペックスやってる人しかわからんネタ出してもうた。あー、なるほどね。これ多分ね、あのバレル、そうっすね、バレルウォールベイカーなんで、これね、構えときてですね、できるだけ。間に合ってないんですよね。しかも、スケも見捨てると。もう、すべてが見捨てる。まあまあまあ、そういう日もあるわな、言うて。で、ウォルベイカーがあるんで、まあ、ボンバーかハンターはね、持っときたいですね。まあ、ここ多分来そうなんで、ここね、ボンバー、はい。こう、流しとくだけで、相手はプレッシャーが。これ、薬剤来るしかないかもしれないですね、相手からしたら。来ないんだ。あ、来ますね。さあ、これ出してあげて、いや、バルキリツ、やばい、それやばい。いや、また完封されるんちゃう一発、二発、それでも入る。いや、でも強いな、マジで。いや、大丈夫。俺はちゃんと構えてた、今回は。おっと、構えてたけど、一体、ハミチにしていく。なるほどね。これどういうことな、プリンセスがね、マジでめんどくさいんすよね、やっぱ。やっぱプリンスが低めに出されると俺何もできないんですよ。だからセミマルタを切るしかなくて、まあだから本当にね、マルタのスキーどころが大事ですね。あとね、これやっぱアルキーが強すぎる、マジで。あとハンターも強い。カウンターでね、絶対残ってくるので、いやマジで熱い、それは熱い。そのタイミングは熱い。いや、これ入るぞ。さあ入るぞ。いや、バルキリ強い。お前強すぎんか、本当に。構えといてあげて、あえてなのか、タゲを取るみたいな。これ逆サイはちょっと一発で気をしてあげて。あえてなのか、今の位置は。ちょっとわからないが、あえてなんかな。え、おしゃれすぎん。で、これ多分ね、来るんだよね、バレルが。あ、めっちゃ後ろだ、これ。めっちゃ後ろや、これ。いや、そうやんな、知ってる。で、そう、くる。端プリがね、マジで強い。端プリがマジで強いんだよね。で、今、あえてスケ切ったから、右ひねりの。あ、丸太ね。丸太切ったらね、あ、もう結構入るんじゃない？知らんけど。え、頼む、入ってくれ。頼む、マッチ入ってくれ。めっちゃ入ってくれ。いや、頼む。全然入らへんやないかい。おい、どういうことやね、全然入らへんやんけ。マジで入ってない。いや、これは、後ろ。いや、ダメだ。この受け、丸太来る。いや、回ってなかった、セーフ。いや、ダメだ、ちゃって、バルキー最適じゃないで。バルキー最適だと思ったら、もう、行っちゃうよ、それ。行っちゃうよ、でもね、めっちゃ邪魔なんですよね、あいつが。マジで邪魔。あのスケ、本当に邪魔。死ぬほど邪魔。いや、バルキリー待っとくの、早すぎ。早すぎ、ワルダンゴ。あ、これ、端っぷり来そう。
来ない。じゃあハンターはそっちかーい、そっちかーい。え、MS してくる、もしかして。え、頼む、頑張って完封してくれ。いや、一発はセーフ、一発は耐えれる。やばい、見て、やばい、見て、俺の丸太見た今みんな。いや、一発セーフ、セーフ。いや、入ってる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 。いや、入ってるけど、いや、間に合わない。いや、きつい。だろ、ハンター生き残れ。いや、熱い。いや、ある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 、全然ある、全然ある、全然ある。マジでマジで全然ある、全然ある、マジで全然ある。いや、バレてんだよな、いや、バレてんだよな。いや、入んねえ、マジで、マジで入らん。これ多分来るな、構えとこう。来る。うら、うわ、間に合え、間に合った。いや、間に合ってる。え、ま、歩くね、マジで歩くね、ガチ歩くね。え、ガチない、これ歩くね。いや、ここは丸太をちゃんと切って構えてなかった。あ、ネクストでいけんぞ、これマジでネクストでいける。いや、いけるいけるいける。待って待って、やめる、本当にやばい、痛い。いやー、待って待って待って、ちょちょちょ、いけ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 、まず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 、いける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 、よっしゃ。強すぎ強すぎ。ちょっと一回ね、流れ作られた時どうしようかと思ったけど、なんかいけたわ。いや、でもこれ結構しんどかったな。いや、とはいえ、サンスペとはいえ、相手バルキリーハンター、バルタアイスピー入ってたから、マジでロイホグ刺さらんかったな。でもこれでも勝てる、やばいよな。ずっとクエ削りとロイホグのあの数発でめっちゃ耐えてた、マジで。いや、これ多分ね、結構集中戦といけた。コカ、VS コカツはね、やっぱプリンセスがね、やっぱあるんで、そう、バルに対してはね、やっぱデリ切って、で、攻めマルタが結構一番大事かな。あ、手札が腐っちゃうんでね。いやー、難しかった、今のは。きた、アンノーン。なるほどね。アンノーンって懐かしいな、なんか。ポケモンにあったようなアンノーンって。あれ違うかったっけ ?9-2 プリーズウィンやって。マルタ。渡してくださいとはよう、よう言いますわ。このデッキに関してはね、ショテロイフグありっすよ、結構。まあ僕は結構やったりしますけど。ショテロイフグ全然ありっすね、これなら。メガナイトロイフグとかシニトロイフグでショテロイはやっちゃいけんけど、あ、これ威嚇祭っすね。威嚇祭出してあげて、じゃあ何できる?うーわ。うーわ。え、待って、ダクプリムートで考えられるとしたら、まあ、スケラとかよな。スケラぐらいか。何があると。これ一旦 LSP からのスケ。いや、信じてる。いや、無理や。お前、ハンター弱すぎ。え、は、ファイボ、待って、ファイ、考えろ。ムート、ダクプリハム、ムート、ダクプリファイボは、多分これ人技じゃない、人技かス、いや、スケラワンチャンある。けど、人技っぽさはある。で、今、ファイブ切った。あ、人技っすね、これ。人技っすかんっすね。じゃあ、これ、ダクプリ切った後ね。これ、結構きついっすね、相手。わおわお、ファンタスキーベイビーっすね、それ。それ、やばいっす。あ、それ、やばいっす、マジで。マジで、えぐい。半端ない、それ。人技やな、これ。ジンガーっすね、ジンガー。ジンガーなんで、ヒュッ!ナイスー!いいよ。さあ、いいよ。これ、マルタで。どうせね、切る丸太なんで、ここは切っといて大丈夫ですね。いや、ダークフリーゴーストやばいね。でもこれでももう入ってるっていうね。もう逆勢ですね。こういうのはね、逆勢ですね。あ、これ今ゴーストもあれもないんで、また5切ってきますね。あ、そうですね、切ってきますよね。で、ユーズズリー。おいしいおいしいと。さあ、おいしいおいしいと。ボンバーマジで射程結構短くなったからな、逆祭行くようになったんよな。逆祭のユニットに対応させようともしたら。やばいな、これ。うわ、え?いや、む、ラムや、これ、絶対。絶対ラムやん。絶対ラムやん。え、でもさ、これ多分行ったら死ぬんだよね、俺多分。これ多分ね、逆勢流して多分死ぬんよ。俺多分ゴーストで清されて形組まれて多分ね、死ぬんよ。もうね、見えとるんよ。多分死ぬんよ、これ。知らんけどね。知らんけど、え、多分詰む。わかんないですけど。え、頑張って、頑張って。はい、頑張って。はい、頑張って。えぐい、えぐい、まずめぐい、マジでえぐい、マジでえぐい、マジでえぐい、マジでまずめくえぐい、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 両サイドやばい、両サイドやばい、変われ、竹変われ、やばい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 、
マジでやばい。いや耐えたけど耐えたけど両サイド行かれる。でも2枚切ったからここはもう行くしかない行くしかない。少女も行くしかない。これは行くしかない。マジで行くしかない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 。おい強すぎ。いやこれが出るのやばいってマジでマジでやばいって。普通に考えてやばいって。でだって考えて、ファイボーゴーストダークフリ入ってるから。でもラム入ってないんだよねこれ。マザネクもやばいしな。マザネクも俺止まらんしマジでエグかったんだけど。さあ来ました、善良な虫。なるほどね、2個目なんですね。日本人結構多いっすよね。やっぱグラチャで結構ね、僕なんか日本人の方ってよう当たるんですけどね。なんかあーこれ多分クエイクってやけど多分シエタルフかな。最近ねなんかねもうごぼうり見たらシエタルフかメガネトルフかみたいなとこありますね。シエタルフだったらまだみたいな、メガネトルフがちょっと話変わってきますよねっていう、変わってきますよねって言ってたら変わってくるんですよ。やっぱりやっぱね話はね変わってくるんですよね。なんか一発ね、はい、こうなってるんですけど、まあ、まあ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 これ多分ね、はい、そうっすよね。やっぱそうっすね。いや多分巻き込んでよし完璧。さあこれねおしゃれなおしゃれな方法ね、はい、このあごめんなさい1マスずれました。あでもこれ美味しいですね。かまってくれたら多分右に多分相手はあのあれを打ちたいはず。あー打たない。 OKOKOK 一発一発。あーボンバー強、射程短くなってもお前やるやん結構。ここは好きで完封していきます。はい遅すぎー遅すぎー。いや俺もね今出して気づいた、あそこねみたいな、ちょっと気づいちゃった。まあボンバーから言ったけど多分ねゴボリとか置いてくんちゃいますか。置いてこない。じゃあまあこれクエイクってあげて、はい、あいつはねもうあのきついんでマジで、あいつとマザネクめっちゃきついんでやばいな。これ普通にメガナイトから形組まれたら俺死ぬんだけどマジで。 OKOKOK。 さあこれに相手はなるほど、でもね相手ね雪玉じゃなかったんで丸太やったんでこれ止まんないっす。さあこれでねあのねセパレート仕上げて、おおいしいおいしいぞ非常においしい、美味しみあふれる攻撃をしてきましたね。だがしかしたかし、だがしかしたかしなんですよね。だがしかした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 か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 た。これ逆菜は美味しいですねめちゃくちゃ。よいしょ、うん、頑張れ頑張れ。さあいい感じに、あやばいこれ落とされるな。落としてこない、落としてこないならクエ食っちゃいます。よいしょ、ね、入れ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 、一発一発一発。いやあったけあったけマジで、もう一発、うん、あったけあったけ。おそれは美味しい、めっちゃそれは美味しいが、よいしょ。さあさあ、え来た来た、これ多分全部守れる、全部守れる、多分丸太で、おい強すぎ。で2周目、え多分止まんない、これこれ絶対止まんない、この2周目絶対止まんないでしょお前。いける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 、メガネで間に合うくれ、さすがに。いや間に合わないよね、間に合わないよね、間に合わないよね。ロフが入る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 、レッツゴーレッツゴーレッツゴー。はい、いやこれに勝つんだったらあれ最強じゃ、やっぱ回転でねこうゴリ押しちゃうんすよ俺マジで、マジでゴリ押せるような 2.6 っていう回転がねやっぱ強い。結局ね 2.6 いや平均コスト 2.6 ってなったらマジそのデッキ強いから本当に。いや多分ねどんなデッキでも 2.6 やったら強いんですよ。だいたいこう 2.6 で流行ったデッキで弱くなかったデッキなんかないからマジで2.6 っていうコスト平均になったら多分全部強い。いやこれ勝ってたら強いなマジで、やば最強かもしれない。回転で何でもいけますね。あ長すぎ、マッチング長すぎて本当に寝そうだった今、どんな気持ちいいだっておもろいな。さあよろしくお願いします。まあ、丸太をね聞いてあげて、熊本ヘタッピクラブだって、なるほど、ね、面白い。これ多分ね完封できないんだ、あできましたね。いやあれ動いてましたねこれ今の、これもねあやってあげて、あこれ多分ウォルベイカーですね、そうですね、ウォルブレイいうやつですね、ウォルブレイ、え多分枯渇ウォルベイカーです。なんで、ファイブかな、僕
ポイズンだったらワンチャンあるかなみたいな感じですね。いやボムがねマジで強すぎる。ガチねボムがやばい。ボムが参るかな、マジでボムが参るかなっていうハテナぐらいで、これまだ回ってないんで、なんで逆再来たんだろうそれ。あえておしゃんすぎん、うそん、マジそれ、なんで逆再来たの、なんで逆再来たの、もう分かんないけど、まあこれはね多分ねウォールベイカー D が来るかなワンちゃん。ちょっとそれはねヤンキース、それはヤンキース、さすがに守れますんで、あいた丸太切ってやから、やりゴブかコウモリ、実はやりゴブか、ほらこれ結構入るんじゃない、ハンターが一発ねじ込んでくれるはず。お前ならいける、お前ならいける、いける、あまあまあまあそんなもんよな、やっぱお前は力はそんなもん正直。あうまい、それやー危ない、やー危ない危ない危ない、いやボムがねマジで強いから、とりあえずセパレートですね。スパボム入りにはやっぱねセパレートするとねマジで入らないですね。こうしてあげてチリツモでこうね殴っていくみたいなね、はい、これ右がちょっと入りますみたいな、これちょっと入ったら美味しいな。ウォルベこうへんかな、いやこうへんよな、クルー来たー。さあこれねデリで、デリちゃんでこうねしっかりしっかりやってあげて、大体ねここねまだ回ってるんでね、多分ねコウモリとかでねやってくんちゃいますかね。でもさすがにやってくるんだ、マジでコウモリでやってくるの、やってくるんだったら普通に普通に、うまいっすよ、うまくはなかった、全然大丈夫だった、あ危ない、よし危ない危ない危ない。さあ結構いいダメージ入ってるよ。さあこれセパレートでいい感じにこうねタワーを殴ってあげて、わーいい、めっちゃいい位置それ、めっちゃいい位置それ。そこボムが、ボンバーが、ボンジル先生、いやーやばい、逆サイが入る、逆サイが入る、うんだがしかしやばい、結構やばい、結構焦ってきた、結構焦ってきたよ、マジで焦ってきた。さあ丸太切ったから、ここはもう一体外れてる、あつ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 、てかあいつそこ、まあ、クエイク当たらんけど一体絶対釣れインチやんオッケーオッケーオッケー、いける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 、マジでいけるマジでいける、よいしょ、いやここ丸太でちょっとのダメージも、ちょっとダメージ入れれん、マジでマジで入れれん、エスやな、来るやんな、いやボンバーが間に合って、いやよいしょ、あいけるいけるいける、入る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 、結構いい結構いい結構いい、もっと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 、ずっとずっとっすね、いや来い来い来い、マジで、いや頼む、えこれいけるくね、えクエイク丸太でいかん、いくくねこれ、いくくねこれ、いくくね、えいくくねこれ、クエイク、さあえいくくね、あ71、72よ、来たよっしゃよし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 よっしゃ、行きました。いやもうこのボム入りに勝ってたら最強っすね。やっぱね最近のボムとは結構ね、なんかまあ戻ってきたんですけど、爆破ないからね結構僕、まあ、強いっちゃ強いんだけどって感じですね。ロイホグに強いけど意外とクエイクで突破できちゃうっていうのもありますね。まあということでね、本当にねこの回転数やばいから、マジでこの回転でゴリ押すゲーミングだから、使ってみてください、めちゃくちゃ強い、 2.5 高回転使いならより使ってください、めっちゃ強いから、はい。まあということでね、よかったらチャンネル高評価とグッドボタンよろしくお願いします。はい、ということで次の動画でまた会いましょう、バイバーイ。